横浜 FC のエース FW 小川航基25が日本代表森保監督が視察した中、得点ランク1位タイとなる今季5点目を決めた。0対1の前半ロスタイム、味方が得た PK を小川が蹴り、相手ゴールキーパーにコースを読まれながらも左下に流し込んだ。今季2度目の PK での得点に強く打つことを意識し、ゴールキーパーの手が届かないような駆け引きをした。その中で得点できたのは良かった、と振り返った。3月の日本代表の国際親善試合は FW の得点がなかった。東京五輪世代の活動から小川を見てきた森保監督は、得点だけではなく起点、守備の部分でのハードワークはレベルアップしている、と評価。小川も、数字は大前提。同様に献身的なプレーを泥臭くやれるか、と気を引き締める。その上で、呼んでもらってゴールを決めるのは僕だと思っているし、その自信もある。しっかりやることをやっていれば、間違いなく見てくれていると思う。地道にやっていけたら、と A 代表への返り咲きを誓った。